when they tell me that they like it, but don't follow me. I probably got a better chance of winning off the lottery, but I'ma bump this shit into the artery. Call me, it's about time that I handle my business. Feeling like Master P, no limits. I'm chilling and making a masterpiece off feeling while these dudes living masterfully off the image. お久しぶりです、リセさん。そう。深見じゃん。めっちゃ久しぶりじゃないですか。久しぶりだね。いや、すいません、急に呼び出す。何やってんの。実はちょっと YouTube で、今日のコーディネートをちょっとお聞きしたくて。まあ、確かやってるもんね、今ね、めっちゃ。で、かつ、うん、できたらいいんですけど、コーディネートの金額も、ちょっと聞いていいですか。ちょっと。じゃあ。大した金額じゃないですけど恥ずかしいですね、こういうのいただいて。わあ、バチバチっすね、今日。どうすか、このミックはどこの。あ、これ自分で作ってるやつですね。あ、前言ってましたね、リュウセイさん。23,000円ぐらいかな、これで。で、T シャツは。 T シャツこれシュプリームで8,000円ぐらいかな。パンツは。パンツも1万円ぐらい。あ、やっぱイケてる人だったらどう。めっちゃイケやつに見える。そう。まあ調子いいっすね。で、靴は。靴は、でもこれが一番高いね。これはセリーヌだね。あ、これセリーヌなんだ、うん、一番するか。そうですね。ここで、足元。セリーヌはエロい。リセさんはあの王で、これからの出勤になってるんで。そう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 、王っていうお店でも、大会間にある店でも働いてるっす。ぜひ、遊びに行ってください。ぜひぜひ。千葉君、お久しぶりです。久しぶりです。急なんですけど、はい、今日のコーディネートは教えてもらっていいですか。かつ、金額までちょっと聞きたくて。お願いしますよ、ジュさん。ちょっと上のシャツは、これは、セファーっていうブランドで3万円ぐらいですか。パンツは。パンツが古着で、これが9000円とか。ヴィンテージの形めっちゃ綺麗だね。ちなみにベルトは。ベルトこれおじいちゃんからもらったやつなんです。渋っ。祖父からもらったやつだ。靴は。靴がこれ3000円とか。もう抜け感とシティ感のバッチリが最高っすね。もう相変わらずいい感じで、ちょっとジモ君、急に呼び出したんで、すいません。この後、ランチ行きますか。かっけえやつがまた来ました。動画とか久々っす。久しぶりです。すいません、急にコメントやってるんですけど、突然なんですけど、はい、今日のコーディネートと、はい、ちょっと金額ちょっと聞きたくて。はい、わかりました。聞いちゃっていいですか。はい。サングラスがちょっと安くてゾフなんですけど、ゾフで値段はちょっと忘れてしまって、はいはいはい、これがこれもお下がりです。あ、それリトンリトンのバッグです。で、今日着ているこのジャケットが、うん、TH の今季のジャケットで10万くらいです。で、この中のインナーが、はいはい、これとこれがリサイクルショップで、500円。はい。で、下のデニムがザラのレディースのパンツなんですけど、レディースなんだ。レディースです。900円ぐらい。900円。はい。で、うわー、めっちゃかっけー。新宿のフォーマイトで。あ、そうなんだ。はい。ちょっと全身めちゃくちゃおしゃれですね。もうザ・タカソ君って感じのスタイル。確かに。いつもインスタ見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。いえ、うえ、パ
キャリーパンプもニンジャリパンプス。あいつやばすぎ。上はあ、これですか。これは一応もらい物なんですけど。そうなんですよ。それこそモーガン君とコウタさん、私からの。そうなんですよ。ゼロ円。二十歳の時にプレゼント。そうだよね。で、今のうちに媚び売っとこうかなしてきました。あ、パンツはこれジルサンダーで、定価、僕これもあの島原健太君っていうモデルさんの方から書いてきてて。へぇ、島原健太。そうですね。その時4万か何本くらいで買い取らせてもらって。ね、靴は、あ、靴これアワレガシーのスーベニアブーツって言うんですね。へぇ、うん、ピンバーモチーフらしくて、ちょっともう廃盤になっちゃったらしいんですけど、6、7万くらい。バッグは、バッグこれヴィンテージで、はい、これもなんかちょっと大きめの、いくらは6000円とかでした。あ、安いね。で、小物、小物、アクセサリーが、このネックレス自体がオールブルースっていうブランドになってて、これが多分4万くらいですね。はいはい。ついてるペンダントがオクティっていう、なんか海外の女性がなんかハンドメイドでやってるやつで、これでも2万くらいでした。はい。で、あとは小指もオールブルースで、このリングも3万くらいでした。今日ワントーンコーデ。そうですね、ちょっとベージュで行こうかな。あ、いい、なんかちょっと優しそうな優しい、内から出ちゃったらなんか自然とベージュ。あ、お久しぶりです。ご無沙汰してます。頭回ってて、はい、やっぱりすごかったっすね。いや、本当に今回はマジで大注目の。いやー、ラッキーです。すごかった、本当に。インスタ開くたび現代ってみたいな。いや、本当にラッキーでした。で、急にカメラ回ってて、はい、申し訳ないんですけど、はい、ちょっと今日のコーディネートの今日のコーディネート今日金額まで、はい、ちょっと聞きたくて、ちょっとシャツからいいですか。シャツからこれが5000円ぐらいだったら。あー、はい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 。冬も夏も大体デニム大好きなんで。いや、マジで形綺麗だね。これちょうどパリで買ってきたデニムなんです。これパリで買ったの。そうですね。僕が V とダブルでビビアンの、あ、ビビアンなんデニムです。なんか後ろもなんか残ってて、V になってる。ほんとだ、ビビアンされてる。これが35,000円ぐらいです。で、下がブーツが、オフィチーネクリエイティブ、イタリアの靴のブランドです。そうなんだ。これも35,000円。いいね。これがイタリアの古着屋で多分買ったんです。2つで1万円ぐらい、5,000円で。かわいい。バッグ、これが母親からもらったもので、イタリアで買ったらしいんですけど、値段は覚えてないとのことで。はい。全身に行くか。はい。かっこいい。現代人がいるともうパリになるな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あのさ、お久しぶりです。お久しぶり。お久しぶり。だいぶ久々じゃない、ね、1年ぶりとか。スナップの時ですもんね。そうだね。すいません、また呼び出しちゃって。いやいや、待ってるかって。もう、もう、もう始まってます。早いな。で、ちょっと今日のコーディネートと金額をちょっと聞いちゃってもいいですか。コーディネートと金額、金額ちょっと一個一個のこれがいくらかとか。ああ、そういう感じでいいの。はい、okay。 ちょっと雑な感じで大丈夫だ。雑でいい。これちょっと分かりづらいけどね、プラダのやつで。プラダなんだ。これめっちゃかっこいいわ。いいよ、最近買ったんだけど。これおいくら前なの。これね、30万くらい。しますよね、天下の、天下のプラザだから。30ぐらいして。後ろ向きにしますよ。後ろから。いや、で、靴は、靴はあのボッテガの、あのメインブーツ。これ8万くらいじゃない。うん、8万くらいだったね。靴はこれね、H&M だから。あ、いくらぐらいですか、これは。めちゃめちゃ高い。5000ぐらいじゃない。5000ぐ
500円ぐらい。あ、結構いいっすね。安めで。すげえ似合ってるわ。15万円ぐらい持ってるけど。バッグも T シャツもいいっすか。バッグ？バッグはこれね、ボッテガのやつだよね。前だってボッテガ好きって言ってましたもんね。そうだよ、覚えてる。そうだ、覚えてる、覚えてる。ボッテガ好きで、あの後だね、18万ぐらいじゃないかな。30はいかないけど、27、8。あ、でもネックレスも入れたら30万ぐらいか、全部で。ネックレスは、これトムウッドのやつだね。めっちゃかっこいいな。俺めっちゃ好きっす、この感じ。うわぁ。そう言ってもらえるとね。もう遠目でね、もうパッと見で、イケてるやついるって感じですね。いや、嬉しいよね。いや、ありがとうございます、矢野さん。いやいや、ありがとうございます。王さん、お久しぶりです。いきなりもう始まっちゃってるんですよ、動画は。ねえ。ムービー撮ってるんですか。ムービー撮ってます、もう。やばー。今日のコーディネートと、ちょっと金額を、アイテムの金額をちょっと教えてほしくて。ちょっといいっすか、今日行っちゃって。いいっすよ、いいっすよ。ちょっとこっち来てもらって。はい。シャツヘイドメイナーのやつで、定価5万円くらいですけど、これ友達以来買い取りにしたかったものが僕が止めて、僕がこれが欲しいだから、そうだったんすね。したら1万円で、はい、1万円のこれ、なんか後ろのパンツは、パンツはじゃ日本のブランドバイエッジという、アイジというなんかスタイリストさんがやってるブランドです。そうなんですね。はい、これ、なんか缶抜き透明で。すごくないですか、はい、これ。めっちゃかっこいい。3、4年前の、あ、キコーとキャンプ、はい、キャンパーのキャンプのコラボレーション。初めての時あります。めっちゃかっこいい、これ。はい、バッグはバッグは、はい、ちょっとプロフェッサー E というブランド。めっちゃ好きなんですよ。はい、本当ですか。これハオくんに連絡しましたもんね。はい、そうですよね。そうっすよね、はい、ベルベットのなんか刺繍の感じで。もうベルベットなんだね。はい、これ170円のこれもお茶です。これ、はい、これ最近これかさまってはい、あ、もうザ・ハオさんって感じのザ・ハオさんですか。すごいスタイルで。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いや、いや。怖っ。はい、シャツはどこのですか。あ、もう全部紹介していく感じ。うん、シャツはこれ、アワーレガシーのシャツ。あ、これアワレガなんだ。アワレガース。ニュースでどっか見たことあるんで、値段も言うの。無駄も、うん、これパーフェッチで買って35ぐらい、3万ぐらい。はい。タンクトップは？タンクトップはこれヘインズとシュプリームの、あの、あ、そうなんだ、あの3個入ってる。1個2000円ぐらい。ネックレスこれ、あの全部、これは親父のなんかパクったやつ。これ実家にあったなんか謎のチェーン。真ん中のこれが、あ、これあれだよ。そう、これ思い出のネックレスで、昔覚えてます？覚えてます。覚えてます。これコウタから昔譲り受けた、はい、もらい物、全部もらい物とパクったもんで、ただでございます。パンツは？パンツこっちでセリーヌ。あ、こっちセリーヌなの？はい、これセリーヌのスケートパンツで。いくら？これパンツが。9万。シューズがプロセリーヌで、エンジャービュー18万。18万。30ぐらい。おー、35。確かに、なんか結構やばいね。言い残ってないいい飯食えよ。はい、皆さんどうでしたか。ちょっと今回の動画が好評だったらまた第2弾やるんで、絶対いいね押してくださいね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。